よろしくお願いします。では先ほどはこうしっとりな感じでしたけど、僕らは普通あの歌を入れながらのものになりますのでまず聞いてください。あのもう大丈夫です、はい、ちゃんと出てから言いますね。はい、では1曲目なんですけど、どうしようかな、曲バックナンバーのそのドレスちょっと待ったという曲があるんですけど、ちょっと個人的な話なんですけど、先日もともと付き合ってた彼女がめでたく結婚したっていう話を聞きまして、まあ、ちょうどこの歌がそのゲスの決め違うなんですけど、あのちょうどそんな感じに捧げたような歌になってるんで、あのちょうどいいかなと思ってあの歌います。聴いてください。そのドレスちょっと待った。人捨てに来た君の話、一生添い遂げる相手を見つけたって、へえそうなんだ、よかったね、お幸せに。言葉と真逆の気持ちに自分も驚いているよ。別れて随分経つどころか、僕なりに新しい幸せを手にしたつもりなのに、もしもあの時僕が動かずに電話をかけられてたら、その鐘を鳴らす君の隣にはドレスに合ってるよ、とニヤニヤする僕がいたのかもしれないね。君意外としっかりした君のことだ、ちゃんと真面目なお人を捕まえたことだろう。どうでもいいとは言いつつも気になるような、僕の知り合いじゃないことだけのところ、別れた理由も切り出したのも全部自分なわけでありまして、合わせる顔すらないのです。もしもあの時僕が誘惑から命からがら逃げ切れば、その鐘を鳴らす君の隣にはドレスに着て鼻の下を漏らす僕がいたのかもしれない。
と僕の人生という道がもう二度と交わらないことをお喜び申し上げます。今教会のドアを足で開けて君の手を強く握って走り出す勇気なんてものはないよ。だから言いたいことは山ほどあるけど仕方ない、キリがないし、こんな歌とモヤモヤした気持ちでも申し訳ないが、お祝いの言葉に変えさせていただきます。今日3回目なんですけど、2回目やったときにすごいこう、まあ、垢抜けましたねというか、すごい慣れましたね、慣れましたねって言われて、ちょっと調子乗っちゃったんですけど全然伸びしたちょっと気を引き締めて切り替えます。では次はちょっと今もう春は少し過ぎてしまったんですけど、小袋の風という曲を歌わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。薄手のシャツじゃまだ少し寒い春の朝の匂いが切ないのはあなたを思い出すから。足は
中二バリにエロいと思います。思考回路と中二なとこがあるね。どうしようかな。ちょっと女性の方に全然話違うんですけど、相談といっちゃ相談なんですけど、僕結構血とかが弱いんですよ。で、よく一回こう自分のすごい足で怪我して出た血を見てこう卒倒して倒れたっていう経験があるんですけど、つい先日僕鼻が悪いんで耳鼻科に行って、こう管にカメラを通して、それを先生と一緒にパソコンの画面で見てたら気を失って倒れたんですよ。で、今この花粉症の時期でバカみたいに混んでる総合病院の耳鼻科でぶ倒れて、まあ迷惑をかけたって感じなんですけど、なんていうんですかね、血とかなんかそういうところでめちゃくちゃ弱い男ってどう映るのかな、女性にって思って、そう、もう本当答えてほしいなと思いまして。どうですか、映画から始めてみますね。ちょっとすごい血とかに弱いというただの話でした、すいません。でも3曲目に移るんですけど、3曲目はちょっとこう楽しい感じで、ちょっと皆さんにも最後の方歌ってもらいたいなというか、ラーラーラーってやるとこあるんですけど、そこをちょっと一緒にやってもらえたらなと思うので、ちょっと最後は盛り上がって終わりたいかと思いますので、よろしくお願いします。僕が好きな高橋優さんの曲で、セミという曲を歌いたいと思います。お願いします。ひどくなら気持ち悪がられながら生きている。外見が嫌われる理由だとも知ってる。それを気にしていないといえば嘘になる。だけど弱気な自分から脱皮して生きる。コンプレックスなんてのは誰にでもあるはず。けれどそれを含めてこそ僕がオリジナル。君が気にしているとこも僕は愛したい。君が嫌ってるところも僕は愛したい。ララ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 ラ。飛んだり悩んだりの繰り返しだけど、得てしていつ死ぬかもわかんない僕らだろう。あと一週間しかないとしたらどうする。たまに自分にそう言い聞かして歩いてる。強さも弱さも白黒もその曖昧さも、全部声が枯れるまで歌うことにしてる。今日が最後でもいいと思えるまで歌おう。今日が最後でもいいと思えるまで歌おう。ララ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 ラ夢なんてありゃしない。そんな無責任なことを僕は言えない。だけど心から君に幸せになってほしい。マジで心から君に夢を叶えてほしい。ここぞと信じた場所にしがみついていける。声を出せば誰かしらこうしてくれる。それが時に面倒でもある世界だけど、決して一人じゃない世界で僕ら生きてる。ララ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 ラ
ララララララ、あと1週間しかないとしたらどうする、あと1週間しかないとしたらどうする、今日が最後でもいいと思えるまで歌う、今日が最後でもいいと思えるまで歌う、ちゃんともう一回出直してきますね。すいませんでした。いろいろミスしました。ドクターペッパーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。